皆さん、こんにちは。4月28日に中川翔子さんが結婚を発表。これにより現在多く注目を集めています。この結婚について中川翔子さんは、皆様への感謝や強い絆を大切に、これからも変わらずお仕事を頑張っていきたいと思いますとコメント。中川翔子さんはすごく可愛いらしい上に性格も良い方ですので、男女問わず多くの方から高い支持を受けており、今回の結婚についても多くの祝福の声が届いており、多くの方が中川翔子さんの幸せを望んでいます。そんな中川翔子さんですが、過去に格闘家の朝倉海さんと交際している噂がありました。今回結婚するお相手は朝倉さんではなく一般人の男性。一体2人はいつ別れていたのでしょうか。今回は中川翔子さんと朝倉海さんの交際についてご紹介していきます。冒頭の通り、中川翔子さんは以前格闘家の朝倉海選手と交際をされていると言われていました。中川翔子さんと朝倉海選手は YouTube でもよく共演をされており、ここから交際に発展したと考えられます。中川翔子さんは超美人の芸能人の方で、朝倉海選手はイケメンで実力のある格闘家の方ですので、多くの方がカップルとしてお似合いだと感じたのだと思います。しかしながら、中川翔子さんと朝倉海選手は破局していると言われていました。まあ今回中川翔子さんは別の方と結婚しているため、破局しているのは事実になります。中川翔子さんと朝倉海選手は YouTube 上での柴田さんの発言がきっかけで破局に至ったと言われています。柴田さんは中川翔子さんと朝倉海選手の熱愛報道が出た次の日に、朝倉海選手には別の彼女がいると自身の YouTube チャンネルで話していました。柴田さんはもともと中川翔子さんのファンの方だったようですが、そのことをきっかけに上記のような別の彼女がいると発言をされたようです。上記の発言がきっかけで中川翔子さんと朝倉海さんからお叱りを受けたようで、現在はすでにこの動画は削除をされています。やはり中川翔子さんと朝倉海選手からしても、柴田さんの今回の他に彼女がいるという発言は看過できないと感じたようです。そんな2人ですが、出会いや馴れ初めはどんな感じだったのでしょうか。2人の出会いや馴れ初めについてですが、ポケモンつながりで2人は親交を深められたと言われています。中川翔子さんがレギュラーを務めていた2020年4月5日に放送をされたポケモンの家集まるの番組で、朝倉海選手がゲストとして出演をされたのですが、そのことがきっかけで2人は親交を深められて仲良くなられたようです。2020年の4月頃から中川翔子さんと朝倉海選手は仲良くなられたと言われており、その後中川翔子さんは朝倉海選手の YouTube チャンネルに頻繁に出演をされるようになりました。その後多くの視聴者の方々から、2人の交際に関してお似合いだから結婚をした方が良いという意見が大量に集まったようで、2人の交際は多くの方が応援をされたようです。また中川翔子さんと朝倉海選手の夜のスパーリングについても多くの方が注目をされていますが、朝倉海選手の兄である朝倉未来選手が主催をされている格闘技大会の記者会見の時に、女性記者の方から中川翔子さんとの関係性について質問をされていたのですが、その時に中川翔子さんとの関係性について質問をされていて、動揺して口ごもっていました。記者の方から、しょこたんと夜のスパーリングはありましたか?との質問はありましたが、その質問に対しては、ご想像にお任せしますとコメントをされています。完全に否定をされていない時点で、かなり怪しいですね。その時兄の朝倉未来選手から、やってんな。とツッコミを入れられています。朝倉海選手が動揺をされている部分を見ると、中川翔子さんと恋愛関係にあると考えることが普通だと思います。
その動画を視聴をされた視聴者の中でも、中川翔子さんと朝倉海選手は絶対に夜のスパーリングをやっていると考えられた方が多かったようです。中川翔子さんと朝倉海選手は2人ともすごく仕事でご活躍をされている美男美女のお二人ですので、自然と恋愛対象として意識してしまうことが普通なのではないかと思います。次に朝倉海選手の好きな女性のタイプについてですが、もともと年上が好きで、僕がだらしないから結構しっかりしてる人が好きなんですよ。一緒にいて刺激受けたりとか正してくれるような人が好きとコメントをされています。ですので朝倉海選手は年上の女性が好みのようです。中川翔子さんは朝倉海選手よりも8歳も年上の年齢をされているので、年齢的には朝倉海選手にはぴったりの方なのかもしれません。朝倉海選手はトップアスリートの方ですので、年上で性格がしっかりとされている頼れる女性が好みなのかもしれませんね。また中川翔子さんと朝倉海選手は以前2人でドライブに行かれたのですが、その様子を YouTube で公開されています。中川翔子さんは運転が苦手な方のようですが、朝倉海選手のベンツを運転するという動画を公開されています。中川翔子さんは車の運転がかなり苦手の方のようで、朝倉海選手のベンツを運転されている時はかなり緊張をした面持ちでされているようです。緊張をガチガチにされていた中川翔子さんに対して、朝倉海選手は翔子さんの体に傷がつかなければいいかな、車はボコボコにしてもらっていいんでとコメントをしており、中川翔子さんのことを気を使っていたことが分かっています。朝倉海選手はやはり人思いの性格の優しい方ですし、ドライブをされていた時も常に中川翔子さんのことを気遣っていたので、そのことも中川翔子さんからすればかなり好印象だったかもしれませんね。皆さんいかがだったでしょうか。朝倉海さんとの交際は横やりもあり破局してしまいましたが、その後に交際した男性とはめでたく結婚となった中川翔子さん、子供も欲しいと過去に公言していたため、もしかしたら近々子供ができたという報告もあるかもしれませんね。仕事自体は続けると言っていますので、これからも多くのファンを笑顔にしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。